チャンネルのマッスリクイズ。What's up? Welcome to 銀チャンネル。はい。というわけで、やってまいりました。ここね、壁なんで何も分かんないと思いますけども、やってきたここ、お好み焼き、牡蠣、赤ヘル、しゃもじ、もみじまんじゅうって言ったらどこ？はい、大体の人は分かったでしょうね。そう、広島です。はい、なんていうことをですね、金森隆さん、騎士道セブンで言ってましたね。懐かしいと思う人いると思います。はい、そういったことでですね、広島にやってきました。で、広島で、非常に有名なリザーバーがあります。それが何かっていうと八坂ダム。はい、トップ50の舞台にもなる場所ですね。で、まあ岡山の遠征からそのまま、来たという感じなんですけども、もう今日が最終日、もうここで坊主食らったら俺はもう遠征で一匹も魚を触れなかったということになるということで、非常にですね、焦っております。ね、すごいですね。はい、九州から一歩外に、足を踏み出せば井の中の蛙だったということが、非常によく分かりました。はい、そんなわけなんですけれども、まあ、一応ね、なんで八坂ダムに来たのかっていう話なんですけども、コメントでね、八坂ダムに挑んでほしいっていうコメントが来たんですよ。八坂モンスターを釣る動画が見たいと。ハイプレッシャーですね。モンスターですか、八坂。初めてのフィールドで狙いますけど、頑張りますけど、もうぶっちゃけね、昨日おとといってやられてるから本当自信ないっす。全然違うんだよね、九州の釣りっていうか、こっち側の釣りと本当に九州の釣りとで、初めてのフィールドで行ってね、それなりの成績はある程度は取ってきてたんですけど、それはあくまでも九州の話であって、本当にね、福岡とか佐賀とかでも初場所でも、釣れたし、恩賀に初めて行った時も釣ってた。だからハイプレッシャーなね、九州のフィールドっていうところでも初めて行っても釣れてたから、岡山もね、ぶちかましていこうと思ってたんですけどね、甘くなかったです。というわけで、広島にやってきて、今から八坂ダムでね、やっていこうと思います。もう自信はないので、おとといからケチョンケチョンされてるんで、なんか持ってない、ついてない、食わせるんだけど乗らないみたいなところなんで、まあ、控えめに、あんまり大口は叩かずに、釣ってから初めて喋ろうかなと思います。それではやっていきましょう。メンタルマジで食らってるからね俺。めっちゃボスいた。スクールで回ってきたな。くそ。あ、もう大きいスクールじゃないですけどね。ちっちゃいやつらのスクールですけど。なんだろうな。広島岡山。この3日間なんでこんなダメなんだろう。食わせるんですけどね、腹筋は持ち込めないんですよ。アンパスに関してはアフターってわけじゃないでしょうからね。そういうサイズじゃないんで、はあ、もうここはね、ダウザー俺たち3個と畑拓磨さんが来てダウスイとかでね59釣ったりしてる、超有名なあのエイトトラップというのが、爆発的に流行した動画の場所ですね。はい、なのでまあ厳しいとは思いますけども、やっていこうと思います。ほら、食ったのに
ダメっすわ、追いかけてきてパフッと食ったんですよ今。ダメっすねやっぱ。なんで俺こんなにここ3日間ぐらい外すんだろうずっと。あダメっすね。スーッと引き波だと追っかけてきてホール中にコンって入ったんですよ。過去にも後にも絶対ここまでひどい展開はない。よっしゃ、よし、かわいいけど、やさかばっす。よっしゃ、かわいいですけどね。ゲロ痩せですね、ほら。お腹、回復してなくないですか。このサイズがちょっと、スポーンに入ってたかどうかはちょっとわかんないですけど、尾びれがちょっと曲がってますね。ハドルファットフライね、もうミドストの僕の中でのもう最高峰だと思ってた。今年出たやつ、はあ、初めて九州から離脱できた。よし、センキューバス。よし、ちょっとここに来てみた。なんかね、大きな魚も入ってきてるし、戻ろうと思ったんですけど、ここ結構足場も多かったしね。やってみます、ここで。やっぱ濁りはね入ってるっすね。めちゃくちゃ上に行けばね、もう透き通りすぎてびっくりするぐらい綺麗なんですけど、水面上だけっすね。どうやら茶色いのが入ってるのは全面的じゃないっすね。あ、いっぱい入ってくるな。ここいいっすね。ここいいっすよ。いっぱい入ってきますよ。まずここですね。粘るならもう他のとこ行っても濁ってて見えないんで、ここ見えるんでね。3日間の旅終了です。結果全部で何バイト？バイトの数で全部で10はあったかな。多分10バイトぐらい取れてる。全部で10バイト、結果コバスが1匹。はい、八坂のモンスターどころじゃない、ありませんね。八坂モンスターどころの話じゃないです本当に。まあ大きいやつこそね見たりとかはしたですけど、やっぱりそれは同じだったんで、他のところとね、岡山と一緒だったんで。九州から出たことなかったんだけども、一歩ね九州から、出てみたらこんなにも難しいね。本当にね、まあ、ある意味、今回まあ、修学旅行っていう感じですよね。本当学びに来たっていう感じで、釣り旅行しましたけども、本当にね、まあ釣れなかったんで、逆に釣れなかったからいい勉強になったっす。はい、こいつらをね釣れるようになるために、どうしたらいいのかっていうのをね、今度また一生懸命考えて、まあ年単位にはなるだろうけども、また次回ね、次いつか、こことかね、岡山の方にまた、出向くことがあれば、その時はがっつり釣れるように、それまで、自分のねスキル云々っていう、知識云々っていうのもね、もっともっと磨きをかけていこうとね。割と最近の話でね、初場所とかで、コンスタントな釣果を出せる人がすごいと、うまいと思うという動画をね出した矢先のこれでなんかねあれなんですけども、まあ僕自身まだ全然慣れてない、
それにはね、そういう人間には慣れてない、そういう釣り人には慣れてないです。だからこそですね、そういう釣り人になれるように、こういったね、九州から外に出てみたっていうことなので、まあ非常にね、なんかこう惜しいところまで行ってるっていう状態がずっと続いた兆候になりました。それでもね、ここまでデコったのは初めてだし、ここまでね、難しいと感じたのも生まれて初めて、こういう経験がまた一つ自分をね、次のネクストステージにね、次のレベルに上げてくれるんで、ある意味そういう面ではね、岡山とかこういうとこ広島とかに来てね、そういったところででかいやつとかをね普通にコンスタントに釣ってしまっていたら、僕はまあそれ以上はもう成長できなかったと思う。その日たまたまものすごくいい日に当たってて、いつもは釣れなくてもその時は釣れたってなると、なんだ岡山って言うほどじゃないっていう感じになっててね、それ以上のレベルアップっていうのは見込めなかったし、ある意味自分がレベルアップをするために来た、旅行でもあるんで、ボコボコ釣りに来たわけじゃありません。これはもう本当に九州から出なかったら絶対に味わうことができなかった経験だと思うので、この経験は本当にね宝物として、だけどものすごく死ぬほど悔しいんで、この悔しさをねバネに、レベルをねジャンプアップしていこうと思います。魚をですねまともに見せれず申し訳ないです。はい、視聴者の方にはねちょっとがっかりさせちゃったかなと思うんですけども、まあこれが岡山広島のリアルと、いった感じでですね、以上、年始めに言った、大遠征の企画でした。ありがとうございました。